地面に広げられたゴミの山。午前11時前、札幌市中央区でゴミ収集車から出火したと消防に通報がありました。消防隊員の足元に転がっていたスプレー缶からは中身が噴き出していました。こうしたゴミ収集車の火災は一昨日にも。収集車から出したゴミに清掃員が周りの雪をかけて火を消そうとしていました。相次ぐゴミ収集車の火災、その原因は。スプレー缶だとかカセットボンベ、これらがですね、約半数ぐらいを占めております。札幌市によりますと、ゴミ収集車の火災は月に 2,3 件のペースで発生しているといいます。これはゴミ収集車の火災を再現した実験映像。スプレー缶から漏れ出したガスに引火し、内部に広がっていくのが分かります。札幌市の場合、スプレー缶などをゴミに出すときには中身を使い切った上で透明なゴミ袋に入れて燃やせるゴミの火に出すことになっています。しかし、燃やせるゴミを入れる黄色の有料袋に他のゴミと一緒に出すケースもあり、作業員が気づかず火災につながることもあるといいます。適切にゴミを分けてですね、出していただければですね、火災になることはありえませんので、黄色い袋には絶対に入れないでくださいということでお願いをしております。